皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、障害需要ということについて少し、お話ししていきたいと思います。障害需要って何かっていうと、正直私もはっきりとしたことというか何っていう感じなんですが、要は、障害を負って、障害があることに対して、ちゃんと受容してるか、自分の気持ちに収まりきれてるかというか、なんか受け入れられてるかっていうことをきっと指してると思うんですけど、私って多分すごく一般的に見たり、同じまだその障害受容っていうことをできてない人たちから見たら、きっと障害受容してる人なんだなって思われているんじゃないかなというふうに、いろいろコメントをいただきながら感じていますが、正直私は障害受容というものを自分なりにはしてるとは思っていません。確かに怪我をした時にその落ち込むとか、すごく後ろ向きになるっていうことはなかったんですが、それと障害を受容している、受け入れているっていうことは私の中では違うと思っていて、実際だからその受け入れることによって、歩くことをじゃあ諦めてるかって言ったら諦めてないからこそ、今こうやって再生医療に取り組んでリハビリを毎日毎日頑張っているわけなんですが、受け入れてるわけではなくて、今はこの選択肢しかないから、とりあえず置いておいているというか、考えないようにしているっていうことの方が合っているのかなと私は思っています。車椅子っていうことに関して、私は車椅子なんだ、私ができないことってたくさんあるんだって考えてしまうと、やっぱり落ち込むことであったり、すごく悔しいこと、悲しいことってやっぱりたくさんあるんですよね。だからそれを考えないようにしてるっていうことの方が正しいのかなというふうに思ってます。だから無理やり考えないようにして、無理やり楽しいことを考える、どうやったら楽しくなるかっていうことを考えて、自分を常にごまかしてるって言った方がもしかしたら正しいのかなっていうふうに個人的には思っています。なので本当に、まだまだたくさん障害を受け入れてない人、障害を受け入れてる人なんてきっといないと思うんですが、同じように私もそのこの障害があることによっての悩みとか辛いことっていうのは、そんなには言わないですけど、言って解決しないから言わないだけなんですけど、っていうのは個人的にはすごく心の中にたくさんあります。で、本当にこの活動を始めて、多くの人たちから私の動画とか私の情報を知って、当時とか私より後に怪我をした方々がすごく勇気づけられました、元気づけられましたっていうメッセージも、本当この1年半とか2年たくさんいただけるようになって、本当に出会えてよかったですって言ってくれることが私にとっては本当に救いだし、この活動をやってよかったなというふうに感じています。でもやっぱりそれでも怪我したばっかりで、まだ入院中の方々でリハビリ意欲もないし、この先自分がどうなっていくかもわからなくて、なんなら本当に何もしたくない、それこそ死にたいって思っている方もまだまだたくさんいると思いますが、やっぱそういう自分の気持ちなんて誰にもわからないし、自分の気持ちなんて誰にも理解されないんだって思って、いじけてるというか、こうマイナスな感じになるのは仕方ないと思うんです。だから無理に、自分の気持ちを分かってもらおうとかしなくていいと思うんですよね。やっぱりそれは所詮、やっぱり他人本人ではないので、 100% その人の気持ちが分かるっていうことなんて絶対ないと思うので、
俺の気持ちなんか私の気持ちなんか分かんないんじゃないかっていう思いを持ってても本当に私はいいと思っています。でもだからこそそういう思いを断ち切って、リハビリに対してすごく意欲的に活動できるかどうかっていうのは自分次第なので、なんだろう、私がそうこの悩みとか何かつまずいた時に考えるのって、じゃあなんで悩んでるんだろうとか何につまずいたんだろうって細かく細かく分析するんですよね。例えばじゃあ歩けなくなった、すごく悔しい、じゃあなんで悔しいのか、今までやっていた仕事ができなくなった、でも仕事っていうのはその一つだけじゃないよなっていうのもあるし、今までやっていた生きがいのスポーツができなくなった、でもそのスポーツのパラだってあるし、なんかそう考えたら自分がやれることってあるんじゃないかなとか、なんだろう、例えば音楽とかも今までは普通に好きじゃなかった、てか出会うことがなかった音楽を友達に教えてもらって、あ、こんなジャンルがあったんだ、こういう人たちがいたんだって好きになるのと一緒で、自分が生きてたり普通に前に進んでいくことによって新しいものに出会うと、自分がこういうものが好きだったんだ、こういうこと好きなんだって新たな発見ができると思うんですよね。なのでやっぱり前に進むことっていうのは私は大切だと思ってます。まあ今回その障害需要というお話をしましたが、本当にだから私は全然受け入れてないし、歩けるものならというか歩けるために、再生医療頑張ってまた歩いて、皆さんの何かまたきっかけになれたらなというふうに思っています。でも同じように悩みがあってそれでも前に進んでいることをちょっと今日は知っていただきたくてお話しいたしました。ということでまた今後とも楽しい動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。